今日はひたちなか市の平磯海岸に黒目のを探しに行きます。それでは行ってみましょう。平磯海岸へはひたちなかインターチェンジから車で12分7キロ移動します。ここは自家製の干物がすごく美味しい扇屋さんです。この付近には駐車場がないので、お店のご厚意で無償で車を止めさせていただきました。あと店内には目の前の海で採れた黒目のが飾ってあるので、駐車許可をもらった後で黒目のを見させてもらいます。今日はひたちなか市の平磯海岸で黒目のを探します。こっち右で、よし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 、ここが平磯海岸です。今回の最終場所は扇屋さん前の海岸ですが、ちなみに隣の波切不動産前の海岸は多くの YouTube 動画やブログで紹介されている超有名ポイントで、当日5組の採集者がおられました。じゃあ階段降りよう。ほうほう、こうなってんだ。ゴロタがいっぱいだね。海岸に到着しました。すごい海きれいですね。おー、潮引いてる引いてる。秀樹、さっきお店で見たじゃん、ああいう真っ黒い石見つけて。なんかあった？これ、あ、そうじゃんこれ。おお、何その岩の下にあったんだ。ひでくん早速1個発見です。すごい、やっぱあるんだね。これ、あ、これもそうですね。はい、パパも発見しました。多分そうですね、壁界面がなんか目のっぽいですね。なんか壁界面がなんかガラスが割れたような感じですね。すごーい。お前何這いつくばってんの。石の間に落ちてた、うん、あー、そう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 、目のだ目のだ、半分半透明に透けてる。すごーい、お前よく見っけたね、えらい。ここでの黒目のの探し方ですが、このゴロタの中に黒目のがあるらしいんですけども、特にたくさんあるのがこのような波打ち際の海藻があるところのちょっと上あたり、ここに沿ってずっと探していくと黒目のがあるらしいです。それで探し方は、転がっている石をどけたり、少し砂利を掘ると黒目のが出てくるらしいです。ここね、こういうね、砂を掘ったらあるらしいんだよね。こういうね、砂とか石の下にあるんだって。あった、あった、どれ、砂の中にあった。うーん、寒そうですね。これ壁界面が目のっぽいですね。はい、デック発見です。掘ってもあるんだね。わー、これ何、うん、これ石英じゃないの、
あ、これ軽貨物がなんか玉髄化してますね。お前すごいね。やっぱよく見てるね。ひでくん偉い。あった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 。はーい、ゴロタの下にまたありましたね。黒目のです。はい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 、石を溶けたらありましたね。はい、目の発見です。壁界面がはっきりしてます。どれ？なんか青い。青い？ほら。あ、本当だ。そうだね。これ目の間違いないですね。すごーい。パパ？何？これなんだろう。これなんだこれ。目のかな。目の？なんかキラキラした結晶が入ってるんで、多分これ石英ですかね。磨いたら綺麗になりそうですね。はい、ありましたね。ゴロタの下に眠ってました。はいはい、ありました。はい、黒目のです。人です。え、人で生きてんの？生きてる。どれ？ここ人手くんいっぱいいるな。一匹。おお、なんかグロいね。グロいグロい。はい、人手3匹発見でーす。すげえな。ここの海岸の土管町はこの磯場が出てくるので。いろんな貝とか人手とか生物がいるので子供連れでも楽しく遊べます。え、何？シーガラス。シーガラス？なんだよこれ。ほんとだ、これガラスだよ。すごい紫色だね。なんでこんなのしてんだよ。あ、軽貨物が2個あった。軽貨物？本当だ、これ軽貨物だな。軽貨物も結構落ちてんですね。はい、見つけました。試しにトンカチで割ってみたんですけど、中に白い部分がありますが、断面はチャットっぽいですね。これって黒目のですかね。ちょっとわかんないですね。あ、軽貨物？軽貨物やないな。これ化石になりかけの木ですね。これヒデックすごいもの発見です。掘ったの？掘ったの？掘ってあったの？うん。どれ？これ。あ、そうだね。そう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 、はい。ヒデック黒目の発見です。また。うん？またあった。え、またあったの？どこに？あ、掘ったら出てきたな。また見せて。あ、本当だ。そうだね。間違いないですね。これちゃんとしましまが見えますね。これ黒目のです。何かあった？何？これ。本当だ。あ、これもそうだけど、これでかいじゃん。うん。ヒデック発見でーす。結構あるもんだね。すごいでっかい。あ、ほんとだ。でっかいじゃんこれ。
ガラス状の壁界面もあって、これまさしくですね、これはでっけえ、すごーい。今日の収穫です。今日初めて来たんですけど、黒目のいっぱい見つかりましたね。あと上の黒いの2つが木の化石で、下のちょっとベージュっぽいのが玉髄化した木の化石だと思います。続いてシーグラスと陶器、最後に面白そうな石を拾ってみました。これで終了です。